君のようなつぼみさ」「華やかで優しくて」「そう笑ってごらん大丈夫顔をあげたら花 皆さんこんにちは。ちは三橋 tv のお時間です。この番組は月刊三橋会員様によるご支援でお送りしています。キャスターは私後期ノート三橋貴明です。三橋 tv は三橋貴明のブログ、新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様、是非ともチャンネル登録をお願いいたします。はい。 そういうわけでなんか質問があるそうですょ、ね。<laughs> はい、やっぱいろんな情報バ,ババババこうインプットされたから。いろ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 見たりしてて。はい。そん私も気になったなんか皆さんにいただいた質問みたいな、うん、コメントみたいなので、はい、これなんだろうと思ったのがあのー、政府がお金を発行できるんだったら。やってますね。その銀行の意味というか、うん、なんだろう国債発行とかってなんか必要ないんじゃないかみたいな感じのがあったような気がしたで、うん。はい。あは要は政府が あの支政府支援っていうんですか、はい、それを発行してで、えー、支出し第いいじゃねえかという話、うん、これだからケルトン教授との第1回の対談で覚えてます、はい、?OMF について説明したじゃないですか、うん、OMF あれはオーバートマネタリーファイナンシングってことでまさに今のでしょう明治的な貨幣供給、はいはい、要はまあ具体的には政府が何でもいいから証券を 日銀に持ってって、日銀当座金発行させて、それで支出すると。はい。まあ、国債でもいいんですよ。国債を直で日銀に売って、それで、お金、調達してもいいんだけど。それができるんだったら、なんで、政府は銀行から、うん。その国債発行で日銀当座金借りてるのって話なんだけど。はい、これはね、まあ、いろんな理由があるんですよ。うん、まず。日銀当座金っていうのは、これ、原初のお金。原初,原初のお金、原初っていうのは、あの、腹に発ですね。原初のお金。一番最初のお金って理解してください。はい、で。 例えば、こうけさんの財布に入っている現金紙幣って。あれは銀行が自分が持っている日銀当座預金を日銀から引き出す形で入手します。はい。はい、日銀が配っているわけじゃないんですよ。うん、要はあのこうさんだから、銀行に行って、A. T. M. で現金引き出すじゃないですか。はい。あれと同じなんです。うん銀行は日銀当座預金を引き出す形で現金入手して、それが流通してきます。うん、はい。わかります。 <laughs> だから最初に日銀預金ありきなんですよその,その銀行は日銀じゃなくて市中銀行,中銀行です、はい、普通の市中銀行が日銀から現金支援を引き出すと、うん、何を引き出すかというと日銀座預金なんです日銀預金がないと現金支援を銀行に渡すことがまずできないとか、ねうん、あるいは結局我々ってその現金支援を非常に何かあの貴重に思ってるじゃないですか現金は金だって感じがするじゃないですか、うん、しますよね でいざ例えばにあの普通の市中銀行で取り付け騒ぎみたいなのが起きたときにいよいよ現金こんなにあるから大丈夫ですよっていうもともとの目的はそうだったんだけど、はい、でもだからといって現金100兆円とか銀行持ってるわけにいかないんですよ、うん、邪魔だから <laughs> 邪魔だから。うん、というわけで日銀投税金を持ってる、うん、日本銀行はその日銀搭乗金を持ってる銀行に対して要望があったらその日銀搭乗金と引き換えで現金制を出す義務があるんですよ。うん、ということで日銀搭乗金持ってるっていうのはその現金支援持ってるのと同じなんです。うん 今ちょっと日銀当座預金が膨れ上がっちゃってて現金足りないんだけど <laughs>、また<だ>ね <laughs>、それはいいのよ別の話なんだけど、量的緩和のせいなんだけど、はい。ということで、日銀当座預金がまず必要なのね、はい。あのお金の原則のお金ってことうその日銀当座預金を銀行はどのように市中銀行に発行してるんですかと、うん、だか国債買い取ってるわけですよ、はいはい。銀行から、うん。コ家さんがコ家銀行、私、日本銀行、総裁。 高家さんが国債を売,売りに来た時に私が日銀当座預金で払うというか、まあ、数字増やすだけなんだけど発行してるわけですね。うん、ということでね原初のお金の日銀当座預金を銀行が手に入れるためには国債が必要なんですよね。はい、はい、ということでじゃあその高家銀行は国債をどうやって手に入れたんですかってことです。政府そそうそう,そう分かったでしょあ<ー> <laughs> 政府が国債を発行して日銀当座預金を借り入れるというそういうような仕組みになってるんですよね。えー だからついでに言うと、日本銀行っていうのは、例えばあの銀、あのこれ今、全然有名、無実化してるんだけど、銀行準備制度において、日銀当税金の残高を増減させることによって、例えば、高家銀行からの貸し出し、まあ、預金の生成ですね、これをねコントロールすることができるんです、今できませんけど、<laughs> 日銀当税金、膨れ上がっちゃったから。 つまり、例えば日銀当座預金を回収して、はい、あんまり銀行預金を発行できないようにするとかできるんですよ。お<ー>なんでそんなことやるかというと、それはインフレだからですよね。インフレ率抑制のために、あるいは銀行準備率を上げるって、預金準備率を上げるっていう手もあるんだけど、ということで、この日銀当座預金をうまく使って、銀行はインフレ率とかもコントロールできるわけですよね。<ー>本来は。今日本でできませんしつこいけどでということは、銀行は日銀当座預金を銀行から回収する手段が必要なの。 後継,さん後継銀行から日銀投着金を回収すると、はい、どうやって回収するか国債を売るんですよだから国債をあ日銀が持ってる国債を市中銀行に売ってそれで日銀投着金を回収するの、うん、すると日銀投着金が減るからあんまり銀行預金出せなくなるというようなこの調整の仕組みが政府と日本銀行と市中銀行の間で成立してるんですよ だから別にに個人的にはいいんでしょあの政府支出発行して政府支出を発行してたって例えばあの政府支出じゃない政府紙幣ですね1兆円の政府紙幣を作りましたとでそんなもん流通しないからとりあえず日銀に持ってって日銀当然金を1兆円分発行してもらって政府が使うわけなんだけど、うん、それ国債とかあるいは財務省証券と何違うんでしょう 何,が違う何も違わねえじゃねえかと、はい、何も違うねじゃないかってことだから、はい、ということなのでなんでそんなラディカルなことを言うのかよく分かんないんだけどいやそんなもんなんですよと、はい、でケルトン教授の話に戻すとその OMF ね、はい、今言った日銀に証券持ってって当西金発行させたら銀行を返さないでお金支出できるじゃないかって言うんだけどあ別にそれやってもいいんだけど、うん、それは手段の一つであってそれれをやっっっって言っててて言言るわけじゃないですよってことを言ってた手段の一つでいろんな手段があるんですよね。う ななんんかみんなめんどくさいこういうの理解するの面倒くさいから「ピコーン閃いたこれでいいじゃねえか」っていうのに飛びつくんですよ。うんまあ、思考停止ですね私に合わせるとまず現状を知ろうよといろんな役割例えば日銀東預金とか国債はそのいろんな役割がある単に金を借りる時に政府が発行している証書ってだけじゃないんですよという話でございます。はい、だってね別にいいじゃないですか政府が国債発行して。 それで資金調達しして財政拡大やりましたと、うん、で国債の金利が高くなるっていうのったら日銀が買やいいじゃないですかと、うんはい、で何が問題なんですかと、うん、いうことなんですそのね普通のことをやりましょうって言ってるだけなんだけどその普通のことをやらないでそれで何か突飛なことをみんな思いつくんですよ、うん、よくわからない人間ってそんなもんなんですか,なですか、ね、私はそういう発想がないんですよまず現状パーフェクトにしてるんで。んはいでね、それで話を思い出したんだけど あのあこれあの形成主論ですあすみません教会しなかっったけど <laughs> 入ってくださいね、えっと、ブログで言うとですねちょっと面白い、えー、あこれかブログこれは7月23日の、えー、これもステバニー・ケルトンさんとの「MMT ポリティクス」という対談のコンテンツをタイトルにした動画なんですけど、はい、この中で取り上げたんですけどねどうもそのコメントとか見ていると。 内容的にこれ間違ってるっててるいいうのはない、はい、ないんですここは違うっていうないんだけどこういうパターン非常に多い MMT で財政出動すると国際金利が上がると、はい、あの要はクラウディングアウト覚えてます第2回であの対談のコンテンツに出たんですけど、はいうん、でこれねあのお金の種類を無視した貨幣のプール論お金のプール論が前提の論でございましてあのケルトン教授第2回で「コンプリートリー・ w ラ o ング」ってこう完全否定したんですよでたらめですとでたらめです ってここうういうことです要は政府が国債発行するとあ限られたこのお金のプールから大量にお金持ってっちゃうから、うん、残ったお金が少なくなって金利が上がるじゃねえかとそしたら企業が投資できなくなっちゃう金利が高いから経済成長抑制されるだから国債発行は駄目だと。いやお金のプールないでしょ。企業が借りる時の 相手って銀行であって政 <laughs> 府じゃねえだろうと <laughs> あ日銀でもねえだろって <laughs>、まあ、要は間違ってるんですけどね。うん、ということでクラウディング・アアトは起こそうと思ったら起きません起きませんとなるとですよなるといや財政出動ではもしかしたらあんたの言う通りお金のプールがないんだったら金利は上がらないのかもしれないんだけどでもインフレになったら国債金利上がるよなと。上、うんうん、上ががるるとと思思う。<laughs> 上がると思う。 というか、それが景気がいいってことですからね。うん、昔のあのバブル期の日本の十年もの国債金利は六点五パーセントだったんですよ、ね。うん、今はマイナスですけど。国債金利が上がると破綻するんですか。か国債金利が上がると、要は政府は国債今まで発行してて、どうもね、なんか変動相場制だった、変動金利だと思ってるらしくって。一千兆円国債発行した、まあ、すでにもう五百兆日銀持ってるけど。 その国債の金利がバーンと上がって国債の利払いができなくなって破綻するって言いたいんですよ。基本的にあの固定金利だからね国債ってまあその話は置いといてもこれも変なんですよあのインフレになると国債金利が上がるっていうんだったらじゃあ日銀が買えば終わりじゃないかと、うん、今買っとるじゃないかと要は市中の国債を日銀が日銀当然金発行して市中っていうかまあ後継銀行ですか、ねはい、これ買っちゃえばいいじゃんと、うん、はい。 でもそうするとこう,こうなるわけ日銀が日銀東西金を発行して国債をジャバって買い取っちゃったらインフレ率がコントロールできなくなるってこのパターンなんですん,なんとなくお金いっぱい発行されるからインフレになると思いません,んこれはもっともらしいですよじ, <laughs> じゃあこのあと説明したい,いとこれはマネタリーベース大体いい日本銀行が発行したお金の残高 黒田さんが日銀総裁に就任して以降、はこっちのほうがいいかな、大きいのにしようか。黒田さんが日銀総裁に就任して以降ですね、日本政府はなんと、さっき計算してみたら、380兆円、お金発行しました。マネタリーベース拡大しました。じゃあ、インフレ率はと、こうですね。これは消費税ですからね、消費増税。消費税増税以外で何もインフレ率上がってねえじゃないかと。ということなんです。ちなみにさっきの、これね、あ、これ。 えー、国債発行残高が増えると金利が上がるじゃねえか下がっていじゃねいかと、うん、もう全部ね現実が否定してるしてるしロジックでも説明できるわけ、うん、そもそもお金,の量がたあのお金の量が一定なわけじゃないんで、はい、クラウディングアウトなんか成り立ったんでしょうと、うん、で、えー、日銀が国債買い取ったらインフレになるなっとらんだろうと、うん、で問題なんで,でなってないかな<ぜ>ここがポイントだと思うんですよねつまり その財政破綻ローンとか日銀が国債か買ったらインフレを止められなくなるローンの人たちはお金が一種類だと思ってるんですよ。一、はい、種類,種類、まあ。例えば金貨なら金貨です。金貨だけが世界に流通しているお金のすべてですみたいな感じ。現金ででもいいですよ、うんうん、それだったらまあ分かんないでもないんだけどあの日銀が国債買うときに発行するお金と。 我々がインフレに直接結びつくような銀行からお金を借りて使う時のお金は違うお金ですからね、うん、全然関係ないお金では日銀当座金っていうのは政府と中央銀行日銀とあと銀行だけが使えるお金、うん、これが日銀当座金ですこれが膨れ上がったんですブワー、はい なななんでインフレにならないのそれはだからインフレにするためには私たち民間が銀行からお金を借りて消費や投資に使って物やサービスをいっぱい買わないとインフレになるわけねえだろうと、うん、違うお金なんですこれをどうもね一種類だと思ってるらしいんですよだから日銀がお金いっぱい発行して国債買い取っちゃうとそのお金が支中で使われてほらえ使われないのと思いませんでした <laughs> 使えませんから使えませんからそういうロジックになってるみたいですね。というわけでだか,らだから結局そのお金っていろんな種類があるんですよとか私たちが、えー、その消費や投資に例えば、まあ、投資ですね、はい、投資に使おうってことで銀行から借りるお金っていうのはその時銀行が書いて発行してるんですよとかね。 そういうのをちゃんと理解したら例えば MMT で財政を拡大したらインフレ率が止められなくなるとか、うん、あるいは国際金利が急騰する破綻するっていうようなことはもう絶対言えないんですよ。うん、それをあの、まあ、ケルトン教授との対談の間で一応明らかにしたんですけど分かっていただきましたかねということなんですね。はい でじゃあ、じゃあどうするんですかだからこっか、ここからがポイントなんですよね。じゃあってことでも、いろんなその財政破綻論とか、あのハイパーインフレーション論っていうのを潰されていったわけですよ、あの向こう側は。はい、最後は、多分こうなんですよ。いや、それはまあ言ってること正しいのかもしれないんだけど、でも、大衆はわがままだと、有権者はわがままだと、そこにだから、例えばインフレ率が3%、4%パーぐらいに上がっていって、それで本来であったら、財政を絞り込まなくちゃいけないと。 あるいは税しなくちゃい税増税しなくちゃいけなくても絶対反対してやらせないからインフレ率がどこまで曲がってくるって話なんだけどまずハイパーインフレ論っていうのはさっきの,あの前回の話ね、はい、歴史上財政拡大でハイパーインフレになってくるにはねえわっていう話ね。うん、ないでもう一つ、えー、これがですねケルトン教授からいただいた素晴らしい図なんでございますけどもシンク見ました見,見覚えないですかこれあります。ありますよね。 あのこれ使ってたんだけどちょっと一部私がこの中を作っ,ってアレンジしたんだけど経済っていうのはこういう国民経済のシンク水槽なのよと、はい、この中に水が入ってって水がジャバ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 あふれるのがこれが適切じゃないインフレ高すぎるインフレですねうん、うん、で水がどん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 減っていくのがデフレなのよと、はい、であのこれはあのケルトン教授は省略したんでしょう時間がなかったからこの水槽の中だけで水の量増えます中だけでつまりインフレ率は上がることができます 例えば所得が増えてるってことで消費成功が高まって国民がいっぱい金使うモノやサービス買いまくるそこ水は水位が上がってきますよね、はい、あるいは信用創造がガンガンなされて要は銀行貸し出すね銀行がいっぱいお金貸し出して投資が増えてったらやっぱりこれ水位上がる一時的にだから逆にこの信用創造と投資とこうやって生産性の向上だいたい生産性向上するために投資するんですからね企業は。うん、これによって その国民経済全体の生産能力が上がっていくるとそうすると多少インフレになってもあっという間に抑制されるんですよ要は物やサービスたくさん生産できるようになるから。うんはい、というようなこういうような中の水がありましてでこれを政府は見ながらコントロールしなさい例えば水位があまりにも低いんだったら排水管から水を抜く増税をある程度抑制して減税ですね。うん、水をジャバジャャババ入れなさい上からと、うん 逆だこの水を入れるのやめてで排水管から水を抜きなさいと。うん、というのもこの管理者なの人いつもこれなんでしょうね演出家、はいあえあの映画監督、うん、こっちで我々この中にいる人たちが、まあ、あの出演者ですね、うん、こういう関係になってあこ,のこれは私のアレンジよアレンジよっていうか私の解釈ですけどねどうですか、うん、つまり政府っていうのは いくらでも例えば貨幣発行してジャブジャブ水入れることもできるしそれこそいくらでも徴税で抜くことができるんですよこれ強制ですから、ねうんはい、これ払わなかいたら逮捕されますからねそういう権力というか機能を持ってるんで中のインフレ率水の状況を見ながら政府の支出とか徴税をコントロールしなさいよと、うん、これが経済なのよって話なんですよ、はい、納得するでしょ、うん、納得する、はい、ででこれがね多分ねその主流派経済学的には耐えられないんです あ,ああここが,そうこ,こ,が <laughs> これあってはいけないの彼らにとっては、はい、全部この中で決まるのが適切なんですよとなんとなく見えてきたでしょうということで政府否定なんですよねだから財政政策によってインフレ率こ,これで言うと水がギリギリのところを保つぐらいですねインフレ率2%なら2%でいいんでそのぐらい保つように政府の支出のコントロールとか調整をやればいいじゃないですかと、うん、言ったらそんなことはできないとできないんじゃなくてやらせたくないんだよね多分<ー>嫌いだから政府が。 で、全部この中で決まるのが適切なんですよ。と、そんなこと言ったらデフレ脱却できないですよね。うん、今どん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 水位が下がってて、所得は小さくなってます。投資は縮小しています。銀行金貸しません。生産性ボロボロです。消費性向は逆に上がってますけど、みんな貧乏になってるから、あの所得に占める消費の割合なんで<ー>300万円の収入の人が200万円になっちゃったら消費性向は上がりますよね。うん、よっぽど消費切り詰めないとというような。こうみ国民貧困化して、水位がどん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 下がってる状況でいやいや。これは関与しちゃいけないと。 これがまず経済学で。日本政府はさらにおかしくてその状況で水いっぱい残してるんです。うん、な何やっとんじゃと、はい。だからある意味主流派経済学よりもダメです今の日本政府は。うん、本来の主流派的な考え方だったらもうこれ存在しちゃいけないんでこれやんないですよね。はい、消費税増税とかはやらない、うん、自然に任せるのがいいんですよという話なんですよ。でせいぜいインフラ整備とか警察消防自衛隊に意ぐらいで金使っとけと。 いう考え方なんだけどそこにさらに踏み込んで日本の場合は排水管から長税って形で金を抜こうとしている増税ですね消費増税でもこれ絶望的なんですけどここまでクリアに説明したら誰でもわかりますよね会計算がどうですかパクリの図す<ご>い <laughs> 中中は私が書いたよあのあの説明してなかったから、はい、もう合ってますよ一応いや一応言ってきますけど合っ,ってますからねから綺麗に見えますよねどうしたいいか。はい とということで今日本政府はここの水位を見ながら今下がっていってるんだからデフレになってんだから水ジャバジャバ入れながら、うん、排水管は、ね、これ止めちゃいけないよね。はい、これじゃあ調整やめないじゃないかと。税金とかいろんな役割があると話したじゃないですか、はい、1> 第1回の時に。でな例えば、えーまあ、スタビライザースタビライザーはとりあえずいいとしてあの所得再分配とか、はい、あるいは、えー、そのエコカー減税なんかそうだったんだけどそのガソリンあんまり食わないような車を あの流,行らせ流行らせて環境をやに負荷渡与えよがいいよっていうような政策的にエコカー減税とかですね、はい、そうじゃないのは税金かけるけどエコカーにはかけないよみたいなそういう政策的な用途でも税金っていうのはあるんで、はい、まあこの排水管から水抜くだけじゃないんですよ役割が、うん。というのをちゃんと考えて全体のバランスまあケルトン教授の言う経済のバランスを 考えて、じゃあ、一緒やればいいでしょうと。いうだけなんですが、まあ、この真っ当な考えが。日本国民に共有されるまで、どのぐらいかかるのかょうがなら、くてゃいけないと思います。どうでしどう。のくらいで広まるんですかね。わかりますよね。<laughs>